はい、こんばんは。何事も浅く広く、カメラなどのお話チャンネル山でございます。今回は Sigma FP-L と FP のオートフォーカス性能を比較検証していこうと思います。今回の Sigma FP-L と FP の違いで大きなものの一つに、オートフォーカスの性能差というものがあります。Sigma FP はコントラスト AF のみに対応でしたので、若干オートフォーカスが弱い部類がありました。しかし今回の Sigma FP-L は位相差 AF も搭載しておりますので、コントラスト AF と位相差 AF2 つのね、オートフォーカスを使うことにより素早くピントを合わせることができます。 FP はコントラスト AF だけですので、苦手なね、被写体などありましたが、FPL は位相差 F を搭載してますので、いわゆる他社製品と同じようなね、組み立てになったんじゃないかなと思います。まあパナソニックはね、コントラスト F だけでまだ頑張ってますが。ということで、 FP と FPL どれぐらいね、オートフォーカス性能に差が出たのか比較検証していこうと思います。と言いたいところなんですが、実は、写真の方ですね、静止画の方ではぶっちゃけそこまでね、期待するほど違いが見られませんでした。まあ、これはね、体感になっちゃうんですけれども、コントラスト AF だけの FP で迷うところは、 FPL のね、位相差 AF でも迷う場面が多かったですね。同じような傾向を示していました。まあそれはね、同じ会社のカメラなんで、そういった傾向があるんじゃないかなというのはわかるんですが、あまり改善が見られなかったのは残念なところじゃないかなと思います。逆に良くなったなと思う点は、一度迷ってしまうと、迷うね、感じは一緒なんですけれども、比較的復帰が FPL の方が早いかなという感じがします。よくあるのが、同じようなね、つるんとした被写体にオートフォーカスを合わせようとすると、 FP も FPL もね、一旦最短撮影距離と無限をね、行き来するんですけれども、失ってしまったオートフォーカスをどこかにプンとピントを合わせるので、スピードがね、 FPL の方が速い感じでしたね。 FP も一度ね、食いついてくれればパッと正確に合わせることができるんですが、 FPL のが素早く合わせるっていうんですかね、一度迷ってしまってからの復帰が早いといった感じです。あとね、明るくて比較的ピントが合わせやすいような被写体はそんなに違いがないというか、ほぼ一緒でしたね。じゃあこういう被写体の時にオートフォーカス FP の方が早く合うなといったね、体感もあまりなく、まあ FP のね、オートフォーカスが優秀だという話もあるんですが、まあ位相差 F としての恩恵としては、一度迷ってしまった時に復帰が早いということをちょっと感じたかなぐらいですね。ピントの精度といたしましては、まあそこまでね、何千枚と撮ったわけではないので確かなことは言えませんが、FP でも迷うことなかったところはもちろん FPL では迷いませんし、どうなんですかね、若干良くなったのかな、気持ち良くなったのかな程度ですね。そしてオートフォーカスで違いが出るといえば、やはり動画じゃないでしょうかね。FP の場合、動画でオートフォーカスを使うことはまず不可能なレベルの感じでしたね。ピント合わせることができても、何か録画中にムニ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 動いてしまったりですとか、ピント外してしまうとね、ほんと迷って戻ってこれなくなっちゃうんですよね。そういったことが FPL でもあるのか、2台同時に録画をして同じ車体をね、確かめていこうと思います。ただ同じものを撮っているので、ちょっとずれたりしてますけれどもね、場所が、その辺はご了承ください。あと最後に ISO 感度の高感度耐性もね、動画でちょっと見ていこうと思います。そちらの方も楽しみにしてください。では四の五の話しててもしょうがないので、比較の動画に行こうと思います。では一旦そちらへどうぞ。はい、では早速見ていこうと思います。左側が FP、右側が FPL、 レンズの方は FP は14から 24mm の F2.8、 FPL は 24-70mm の F2.8 を使用しております。どうしてもね、同時に撮る関係上レンズが違うのはご了承ください。F 値は開放の F2.8 で撮影しております。一番ボケが分かりやすいですからね。今回モデルになってもらったのは C3PO くん。こんな感じに前後移動してもらいながら、どのようにピントが合っているのか確認していこうと思います。はい、どうですかね。若干どちらかが早いということもありますが、おおむね傾向は似ていると思います。こんな感じで FP が早い場合もありますし、 FPL が早い場合もあります。
FPL ついてこないですね。はい、こんな感じですね。ある意味 FP が検討しているというのか FPL が遅いというのか難しいところなんですが、こんな感じに合わないときには両方とも合いません。 FPL が来ましたね。 FP は全く手の方に来ません。ちょっとね、いきなりの被写体には FP がやはり弱いかなという感じがします。このあたりコントラスト F しかない弱点が来ているのかな。ただ前後に移動するような被写体の場合はあまり違いが見られないような気もします。このように突然現れた手にはどちらとも反応が悪いんですが、どちらかといえば FPL の方が早いかな。先ほどはそうだったんだけど今回は両方とも反応しませんね。これは胴体では FPL 使いづらいですね。はい、こんな感じ。じわじわ寄ってくるようなものはあまり大差がありません。 FP が早い場合もあるし FPL が早い場合もあります。ここからはオートフォーカスの設定を中心1点のみにしております。今まではオートでした。よりオートフォーカスが合いやすいはずなんですがどうでしょうか。あまり違いが見られませんね。 FP も FPL もついてくるときは来るんですが、来ないときは全く来ないといった現象が起きております。こういう問題はね、 FP の時からもありましてね、信頼ができないんですよね。オートフォーカスにじわじわと寄ってきた場合、今回は FPL の方が早かったんですが FP が早い場合もありますからね。位相差 F を入れたからといって劇的に正確性スピードが上がったとは言い難いイメージがあります。このあたりファームウェアアップデートで何か解消が見られればいいんですがどうでしょうかね。次に目の前に人が通ってみます。ゆっくりゆっくり行きますね。こんな感じで前を通ると FPL は反応してくれましたが FP は無視ですね。他社製のカメラならピチッと人の方にピントが来ると思いますが、そういったことは全くありません。次に突然カメラを目の前に出してみました。 FP も FPL も一応反応はしましたがやはりもたつきますね。このように FP はいきなり後ろにピントが取られ始めたりもします。外せば FPL はパッといきますね。 FP は少し時間かかってから後ろの水処理 PO に合わせられます。はい、こんな感じにパッといきなり出てきたものには反応がいいのは FPL の方じゃないですかね。しっかり反応してくれます。先ほどの腕の場合はあまり反応が良いとは言えなかったんですが、カメラの方が若干反応がいいのかなと思ったらこんな感じで全く反応しなくなる時もあります。なんでこんなランダムに反応したりしなかったりするんですかね。手の方はこちらもダメ。これね、二分割してるんで分かりづらいですが、めちゃくちゃ中心部分に手をね持ってきてるんですよね。それでも全く反応しない。若干ね部屋が暗いというのはあるとは思うんですが、それにしてもひどいかな。じわじわ近づいてくる C3PO 君には同じ場所まで行ってもねちゃんと合うんで、いきなり来たねカメラなどにね速攻反応しても良さそうなんですが、そういうことはない感じかな。今回 FP の方が早かったですね。やはり位相差 F になった恩恵というのが動画の場合ねあまり見られないかな。若干気持ち早いかなぐらいで、これぐらいならFP だけを使っている、あるいは FPL だけを使っている場合は全く気がつかないレベルだと思います。ここからはレンズを変更しまして、逆ですね、先ほどと FP の方は 24-70mm、 FPL は 24-24mm に変更します。レンズのね特性が出ちゃってるといけないので一応交換してみました。どんな感じでしょうかね。交換した場合 FP のが若干早くなりましたね。ただこれも誤差範囲レベルなので、レンズによるオートフォーカス性能で大きな違いが出てることはなさそうです。
今度は FPL のが両方とも来ない。こうやってね、前に来たものに反応しないのは一体何なんですかね。非常に不思議です。 FP も FPL も両方ともね反応しないこともあるので、同じようなところで反応しないっていうのは何か機械的に問題があるのか不思議ですね。こうやって会うときはしっかり会うんですけどね、会わないときには全然帰ってきてくれません。ただ若干ですけどね、復帰が FPL の方が早いかなといった感じで、これもね誤差レベルなんでね、難しいね。このようにね FPL が全く反応しないときもありますし、逆に FPL だけ反応することもあるんですよね。何なんでしょうね。ただこんな感じでかなりね C3PO 君とカメラの位置が前後にずれている場合、動きは FPL の方が早いかなといった感じはします。ここまでね検証してきましたが、動画の場合あまり位相差 F による FPL 恩恵を受けていないような感じがするのは私だけでしょうか。皆さんお気づきの点がありましたらコメント欄にコメントしてくれると嬉しいです。私の結論としては、動画でオートフォーカスを機敏に動かしたいからといって FPL に買い替える必要はないのかなといった感じがします。他の部分でね FPL に魅力を感じているのなら買い替えは大いに推奨されると思いますが、動画で特にオートフォーカス性能に期待して買い替えはあまり意味がないのかなという感じがします。またファームウェアアップデートでFPL の位相差 AF がねより磨きかかるなんてことがありましたらね、買い替えるメリットが出てくるのかもしれませんが、今のところはねあまり違いがないですね。写真の場合はね多少 FPL のがいいかなといったね場面もあったんですが、こと私のこの検証動画に関してはあまり違いが見られませんでした。今のところ私としてはFP でも FPL でもねオートフォーカスに頼って動画を撮るというのはかなりリスキーな感じがします。マニュアルフォーカスでね撮るの方が無難ですね。ということで次は ISO 感度耐性見ていこうと思います。左が FP 右が FPL、 ISO 感度は1600で撮影しております。動画の場合は1/30秒あるいは1/60秒1/50秒などで撮影する場合が多いと思いますので、あまり感度がねバリバリ上がるということはないと思いますので、1600と3200で比較していこうと思います。こうやって見て皆さんどのようにお感じになるでしょうか。このあたりはね個人差がありますのであえてコメントはしませんが、こんな感じの違いになっております。部屋を薄暗くして単純に ISO 感度を上げておりますので、その辺はご了承ください。オートフォーカスの方も暗めの部屋で一応検証しておりますが、こんな感じで、あまり暗さの影響は受けていないのかもしれませんね。ある意味明るくても暗くてもあまり効かないっていうのも面白いですけどね。次に3200、ちょっとね色味が変わっちゃいましたね。動画でもね3200はちょっときついかなといった、個人的な感想では思いましたね。ピントはやはりあまり FP と FPL 違いは感じられません。この場合どちらかというと FP の方がいいぐらいになっちゃってますね。やはり隣同士にカメラを並べていたといってもね少しねズレがありますから、そのあたりの意味もあるかもしれませんが、これだけの差ならね意味ないっすね。ISO感度耐性の方は動画に関しては FP、FPL ともあまり関係ないかな。どちらでも素直な出方だと思うので、こと動画に関しては FPL のねノイズが激しいといったこともなさそうに感じます。皆さんはどうお感じでしょうか。コメント欄にコメントしてくれると嬉しいです。ということでオートフォーカスの性能、動画での ISO 感度耐性を見ていきました。比較検証は以上となります。はい、今回は Sigma FP と FPL のオートフォーカス性能を比較検証してみました。だいぶね FP と FPL の癖の違いがねいろいろな検証で分かってきたんじゃないかなと思います。
今までいろいろやってきましたね。画質とかISO感度耐性、そして今回のオートフォーカス性能、いろいろやってきましたので、次回いよいよファーストインプレッションとしてそれらのね比較検証を感想をつけてまとめていこうと思います。そちらの動画もぜひぜひ楽しみにしていてください。このチャンネルではカメラに対するいろいろなことをやってますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。コメント欄にコメント書いてくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。 Twitter、Instagram もやっております。ぜひぜひフォローよろしくお願いいたします。ではでは。